李活用、李活用開兵2年1月20日は、中国の東末の軍閥指導者、特決佐多部出身、高等の大祖父帝と、追放された。小州、伊有次家の父で、民衆、李粟元の仮父。東末期にカラス軍と呼ばれる、精鋭兵を率いて、高層の乱鎮帝に功績を挙げ、主前中と激しい権力争いを繰り広げたが、中途で病死した。 独眼流の異名を持つ猛将であった。李克用の本性は、特血風の塩小島であり、父の主座赤心は一日終始修を務め、法の乱鎮帝にて、法を打ち取るなどの功績を挙げ、当の国政を賜り、李国政と名乗るようになった。後に、孫のリアリツギエにより、文帝の送り名と検遜の病号が送られた。李克用は、李国政の三男であり、母は、二十歳である。 李活用は、生来から、片目がすがめで、そのために、独眼流と呼ばれていた。878年に、李活用は、父と共に、東軍の将の段すわいを殺害したため、当に対して、反乱を起こしたが、敗れて、脱端族の部落に逃亡した。当は、脱端に対して、賄賂を送って、李活用らを捕らえるように命じたが、李活用は、 だったんの有力豪族を集めるとその目の前で、この葉や糸に吊るした針等をでいてって百発百中の腕前を見せつけて、だったんをすべて振幅させた。882年、刀に復帰した李克陽は、李活用は元門節土氏に任命され、高層討伐を命じられた。李活用は4万の兵を率いて、高層軍を討伐し、883年1月に、 京市東北面行営都等に任命され、2月に高層軍を寒布なきまで叩き潰したため、高層は利活用を恐れて4月に長安を放棄して東に逃走し、主前中の本拠地であった陳州を包囲し攻撃した。主前中は利活用に援軍を求め、利活用は要請に応じて高層軍を再び破って陳州を救援し、さらに高層軍を追撃して、 ほぼ壊滅状態にして、開封に追い散らした。884年6月、李活用は三島で、高層軍を完全に壊滅させ、高層を自殺に追い込んだ。李活用は、反乱軍討伐の功績により、加藤節度氏に昇格し、高層討伐の主君者となった。895年には信号に封ぜられ、三省一帯を制圧する大軍閥となった。高層の乱により、 実質的に東王朝は滅び、利活用ら実力者らが、党政府の権威を利用して、覇権を争い合う時代となった。利活用の最大の敵となったのが元高僧軍の幹部であり、後に高僧を裏切って、東側について功績を挙げた主前中であった。主前中との対立は、利活用が陳州を援軍した時からすでに始まっていた。それには次のような経緯がある。 朱前中は援軍してくれた利活用に礼を尽くし利活用に救われた恩義があったため朱前中は利活用のために盛大な縁を開いて減り下って応対したしかし一本気な利活用は朱前中の存在が頭から気に食わずこの低調な応対もかえっていやらしく見えたという朱前中が救援してくれたことに低調な礼を述べても利活用は 朝廷のために賊を撃っただけであり、紀伝に礼を言われる覚えはない。それに構想は紀伝の元の君主。さぞや戦いにくいでしょうなと憎まれ口を叩いたという。だが、主前中は怒りを抑えて、作り笑いを浮かべながら、利活用を手厚くもてなした。そして利活用と部からが明定したのを見計らって、自軍の兵を率いて、利活用を襲撃した。明定していた。 李活用は部下に水をかけられて、目を覚ますと、直ちに応戦し、折からの大雷雨も幸いして、朱前中軍の包位を破って場外に逃げ延び、ここに、朱前中と李活用は、不具体験の旧敵同士として争うことになった。李活用は、戦争には強いが、戦略では、朱前中に劣り、また、敗下のカラス軍も、その勇猛さが時に粗暴に変じたために、 政府中央の評判はかんばしくなかった。主善中とは何度も激しい争いを繰り広げるが、901年に主善中に川中を抑えられたことで中央への進出が難しくなり、大元に閉じ込められた格好となる。907年、主善中によって党が滅亡する前城劇が行われ、公領が建てられた。だが、利活用は、 当然これを認めようとはしなかった。907年、吉丹のリツアボキが30万の大軍を率いて、雲州に侵入した。利活用は、高領の主善中と対峙している今は、吉丹とまで交戦することは、得策ではないと考えて、兄弟の誓いを立てて、親睦を結び、共に主善中を撃つことを誓い合った。908年1月。 主前中打倒を、このリアリ継ぎに託して死去した。去年53。利活用の軍はすべて黒い衣装で統一していた、ことからカラス軍との異名があり、周りから、その勇猛さを恐れられていた。カラス軍来たるの報告を聞いただけで、高層軍は崩れ立つほどその軍は盛況だったと、伝わる。このように軍略には、非常に秀でていた、利活用であるが、 政略や暴略では常に、主善中や他の軍友に遅れを取った。ヤリツ・アボキとは役を結んだ際も、家臣が、ヤリツ・アボキを虜にしてしまいましょうと進言するのを、知り添けたばかりに、ヤリツ・アボキは喫端に帰国すると心変わりして、主善中にヨ見を通じて、利活用を打とうとしたため、利活用は、ヤリツ・アボキを捕獲しなかったことを深く後悔し、恨んだと伝わる。 ありがとうございます。